極楽寺駅は神奈川県鎌倉市極楽寺3丁目にある江ノ島電鉄の駅。駅番号は案11。短式ホーム1面1線を有する地上駅で午前9時頃から午後5時頃までは駅係員が配置されている日勤駅である。駅舎は2棟あり、旧駅舎はかなり古い木造形式で1999年10月に関東の駅100選に選ばれた。 2019年1月の新駅舎共用開始後は、モニュメントとして活用されている一方で、引き続きパスも追ス加用の簡易改札機がリニューアル、前と位置が変わらず設置されており、改札口としての機能は維持されている。2019年1月共用開始の新駅舎も、木造建築で、券売機や窓口業務機能が移設されたほか、男女別トイレと多機能トイレも新設された。 その他、駐輪場の拡張や、駅前広場の整備も行われた。広場の石畳は、かつて、下沼駅前で使用されていた石畳の再活用である。駅近くには、極楽寺建築があり、当駅で列車の開放、増結、車両交換を頻繁に行うため、ホームの有効長は、約85メートルある。当駅は、稲村ヶ崎、長谷間の一閉塞区間にある、 中間駅ではあるが、校内にある車両基地からの出入庫線を構えているため、上下線ともに入れ替え信号機や場内信号機、誘導信号機、出発信号機が検釈されている。通常時は自動進路制御装置アークによって稲村ヶ崎、長谷間の進路が開通するようになっているが、先日の車両交換や増解決時の出入工時、及び 出発信号機以上の場合は、同区間を稲村ヶ崎、極楽寺間と極楽寺、長谷間に閉塞区間を2分割し、運転、校内入れ替えが実施される。そのため、他の中間駅と違い、運転取扱いのための装置、機器が装備、配置されている。ただし、運転取扱いの駅係員は配置されず、もっぱら。 乗務員と稲村ヶ崎駅の遠隔操作による運転取り扱いである。2019年度の1日平均乗降人員は1764人であり、江ノ電全15駅中13位。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は下記の通り。駅近くにはアジサイで有名な常住員があり、アジサイの季節になると激しく混雑する。ありがとうございます。